株式会社沖縄三越は、かつて沖縄県那覇市牧市に本店があった百貨店。1957年に大越百貨店として開業し、1970年に沖縄三越と改称。2014年9月21日に閉店した。三越と提携していたが、閉店後は龍坊傘下に入り、株式会社龍坊商事に称号変更した。大城組の創業者である大城健吉により1957年6月4日に株式会社大越が設立され、同年8月に大越百貨店を開店したのが始まりである。この創業は大城健吉の六男であった大城康秀とその友人であった学生たちの発案によるものとされている。創業に際しては沖縄出身で三越の重役であった。瀬長義忠に依頼して協力を仰ぐことで百貨店事業のノウハウの欠如を補っており、当初から三越と緩やかな提携関係にあった。1970年4月4日に三越と資本業務提携で合意して、同年8月26日に三越が大越に対する外資導入免許証を取得し、同年10月10日に三越が 25% を出資して、沖縄三越に称号を変更して正式に三越と資本業務提携した百貨店となった。沖縄山形屋や龍坊インダストリーとともに沖縄の小売業を代表する企業へ発展し、那覇市の中心市街地を代表する百貨店として親しまれた。また、大城組などとともに大扇会を構成し、沖縄の有力な地場資本グループの一角を担っていた。そのため、大扇会のグループ企業の那覇空港ターミナルが運営する那覇空港のターミナルビル内に出店したほか、1973年には大扇会のグループ企業の首里観光がホテル日光グランドキャッスルを開業した際にその中に出店するなど、大扇会の一員であることを生かして観光客向けの店舗も展開した。1991年4月29日には新館を増築して本店の増床を図り、1993年2月期には売上高約119億円を上げた。しかし、事業拡大に伴う過大な投資で、総額約80億円の多額の負債を抱えて、経営が行き詰まったため、沖縄県を代表する百貨店を再建したいとの考えで、沖縄県内の経済界が支援に乗り出し、新沖縄三越経営10カ年計画を策定して、事業再生を図ることになった。そこで、沖縄銀行を中心とする沖縄県内地銀産業と、沖縄鉱庫、農林中央金庫などの金融機関から約45億円の債権放棄を受け、負債整理を行う、旧会社から本業の百貨店事業を分離して、沖縄三越へ事業継承を行う会社分割による再建を目指した。2004年3月1日に百貨店事業を継承した沖縄三越には沖縄電力など沖縄県内41社から総額7億円の出資を得て資本増強を図った。また、三越は約 14% を出資して筆頭株主となるとともに社長を派遣して経営再建の中核を担う形となった。この他にも取締役を送り込んだり、2014年9月までの10年間の期限付きで称号使用許諾契約を行うなど、三越から様々な支援も行われた。会社分割後2度目となる2006年2月期決算で、売上高が約86億5400万円で、営業利益は約8500万円となり、経常損失も約4400万円と前年比で半減するなど一旦は経営再建を軌道に乗せ始めた。こうした業績の改善を受けて事業拡大へ転じて初の郊外型食品店舗を出店することとし、2007年9月1日に沖縄県豊見城市の豊崎ライフスタイルセンターと富富内に豊崎マイキッチンを開店した。この新店舗、豊崎マイキッチンの経営は軌道に乗り、那覇空港の空港売店や、ホテルジャルシティ那覇のJALコーチショップとともに、当社の収益の柱となった。その結果、リーマンショック前の好景気と相まって2008年2月期には会社分割以降では最高の売上高約91億円を上げた。ところが2008年に発生したリーマンショック以降の世界的な経済危機などの影響も受けて業績が再び悪化し始め、若者向けや低価格志向といった市場環境の変化に合わせた営業戦略の転換に失敗したことや郊外型の大型店出店競争が激化したことによる都心部の買い物客の減少と相まって売上が減少基調をたどることになった。このような事業環境の急速な変化に際しては社長を送り込むなど本業の百貨店事業の再建を三越側が主導する形を取ったことが裏目に出て、地元の顧客に合わせた売り場作りなどの販売戦略を取りがたかったことも、業績悪化に拍車をかけることになった。その結果、2014年2月期には売上高約76億6765万円となり、2008年2月期から約 16% も売上が落ち込むことになった。こうした業績悪化により、損益がマイナスに転じたことから2004年の会社分割後に行われていた利子などの返済も滞って返済猶予を受け、約35億円を引き継いだ負債解消のめどが立たない状況に陥ることになった。その上、三越の商業使用許諾契約が2014年9月末で期限を迎え、老朽化した本店建物の設備更新費用の調達の目途も立たないことから2014年9月21日で閉店することになった。この百貨店事業の存続断念に伴って、三越伊勢丹ホールディングスと締結している営業権を一括焼却するなど、約 16.15 億円の特別損失を計上したため、2014年2月期末に約11億6587万円の債務超過となった。2014年9月21日に午後7時40分過ぎに閉店し、その歴史に終止符を打った。2014年5月30日に開催された第16期定時株主総会で、百貨店事業の終了と空港売店や JAL コーチショップ、豊崎マイキッチンの3事業と百貨店店舗跡での事業を劉邦インダストリーが継承することが承認された。このため、2014年9月22日以降も、上記の3事業は継続することになった。なお、この劉邦インダストリーへの事業継承などの交渉は、金融機関が主導して行われ、沖縄三越の法人は存続し、同年10月から、劉邦商事に社名を変更し新たな体制で営業することになった。百貨店跡地は、ハピナハとして2015年3月12日に再オープン。キーテナントとして、吉本興業との提携により、吉本沖縄花月、沖縄おもろお化け屋敷の2施設を開設。しかし2017年6月末に閉館された。すぐに再開発を行う予定だったが、土地所有者との合意が得られず、当分は別法人が2018年12月より、琉球王国市場として運営し、テナントが入居する。合意が得られた後に再開発を行う予定。しかし、琉球王国市場も運営会社の破綻などから2019年9月7日に閉店した。2020年2月1日、国際通りのれん街として再オープンした。那覇市の繁華街である国際通りにある百貨店。1991年4月29日に増築した新館を既存の旧館と一体的に運営する形で増床して新装開店した。大型商業施設、豊崎ライフスタイルセンターとミトン内に出店している郊外型食品スーパー。店舗面積は約1100平方メートル。那覇空港内に出店。ホテルジャルシティ、那覇内に出店。ホテル日光那覇グランドキャッスル店8月開店2008年閉店。ホテル日光那覇グランドキャッスルホテル内に出店。プラザハウス店4月23日開店2012年、閉店プラザハウス内に出店。前身である大越百貨店という名称は、創業者である大城健吉が東京日本橋の三越本店で買い物をした際、接客態度の良さにあやかって命名したものである。県外の大手百貨店が続々と提携話を持ちかける中、あまり条件が良くなかった三越と提携を結び、傘下に入ったのは、そのような事情のためである。注釈出典。ありがとうございます。